そしてお待たせいたしました、東京ヤクルトスワローズ30年目のシーズンとなりました、つば九郎の登場です。はい、つば九郎、今日もよろしくお願いします。 OK、後ろでドアラさんの動きがちょっと気になりますけども、あ、やりますか、一緒にどうぞ、ご自由に、はい。お、誰もいなくなった、そろそろフレームインお願いします。面白い。はい、そろそろ今日の一言言ってもいいですか。はい、それではスーパーカラビジョンご覧ください。つば九郎の今日の一言、今日と明日は終わりの巨匠ドアラ先生が来てくれています。よし、負けられない戦いがこの、あ、2回あるんですね、2回あるんですね、はい、2日あるということで、はい、試合前に負けた方が夜のパトロール代支払います。まだやってるんですか、今年もやるんですか、これチームの皆さん、こちらの頭の片隅に入れてください。はい、負けられない戦いがあるわけですね。ここでも今週は愛鳥週間です。蝶は鳥です。そうですね、はい、そうなんだね、はい、こうも見えて、え、間違えました、こう見えてツバメ鳥です。ドラゴンズの皆さん、鳥をいたわってください。よろしくお願いします。はい、拍手ありがとうございます。はい、一応ですがペンギンも鳥です、足からずたまに言われてますけどね。はい、ツバメですから、明日は競馬 G1 です。予想はブログで、気になる方ぜひチェックしてください。ではドアラも一緒に行きましょう。さあ行こうか。お待たせいたしました、両チームスターティングラインナップの発表です。